待て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 、黙れ。説明することがあるのか？今までずっと一緒に遊んできたじゃん。とにかくなんか動きやすくなったし、これからもよろしくな、デアデアのマスター。カルデアねああ、加入したわ。大才星君が加入しました。なお、イベントを通じて、獲得したアイテム交換することで以下略といろいろって書いております。はい。ということで、全体のアルターエゴかなの追加ですな。いいっすな。めっちゃ好き、こういうキャラクター。あ、超姉妹のプロフィールが更新されました。はい。あ、第三スキル。まあ、これあれね。今ストーリーがあった上でのお話っていう感じか。あー、お、なんか読み方わかんないけど、何々においては祈りを捧げたこと、それに応じて彼女らが現れて雨を降らせたという記録もされている。なるほどね。はいはいはい、リセットクエストね。あー、これいつも通りのやつな。あ、何これ、おまけクエスト、友達コンビネーション。うん、他になんかあるか。なんかおまけクエストがいっぱいあるんやけど、ほほう、行くか。ちょ待って、行こっかなって思ったけど、めっちゃコン食うんだけど、200ぐらい食うんだけど。うおー、思ったより食うな。思ったより全部食うな。おいおいおい、最後運営考えたな。ストーリー進める上ではコンとか別にいらねえやみたいな感じだけど、ストーリー終わった後コン集めろよっていう圧を感じる。これがちょっと行ってみるか、とりあえずな。そっか、ちょっと待って、それは置いといて、これ宝具強化用でしょ。必要なものがあったら、今何人いた、5人でやったっけ。必要なものがあったら、まあいいや。おい、ちょっと待ってよ、こんなんだけど。おーい、ちょっと待って、ちょっと待って、周回要素すげえ多いんだけど。充電足りねえ言われたし。うわうわ、コンコンコン、めっちゃある。コンコンが追加されてる。ここら辺も全部コンじゃん。え、ちょっと待って、サイリン、あー、もうこれ方が上げはまた今度や。サイリンや、とりあえずサイリンだけしますか。はい、本だらけや。これって食べたらなくなるの？不便だな。わかるわかる、そうなくならなかったらさ、もう育成し放題なんだけどね、なくなっちゃうんだよね。不思議だよね。わかる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 、そういうことねっていうね。なくなっちゃうのか、そうなんだよな。口の中から飛び出た感覚なんだ。あ、そうなんだ。どういう感覚かは分からんけど、そういう感覚らしい。コン足りねえよ。食べられるんじゃなくて食べるの、なんか新鮮だな。確かにな。まあ七章関連では、そういうフラ、そういう予想あったんだ。俺全然7章関連な感じではなかった気するけど、後半なかったんか。後半ないのか。あったと思ったんだけどな。大きくはならないぞ。あれはなんか別の話みたい。別の話らしいっすよ。いやー、けど違う、よくよく考えて
あのコンがロリかって言われると微妙じゃない？俺はショタでよかったって思ってるよ。なんか正直コンはねショタ系の方がなんか合ってる気がする。食べられるんじゃなくて合ってるというか、解釈の一致はどちらかっていうとショタっていうのが正しいか。いいの？ありがとう。めっちゃ片言やん。え？いいの？ありがとう。急に、おい急にびっくりしたって。食べられるぞとか言ってたら急に大人になってんのビビるわ。大人になってるやん、怖っ。え、多分ね神的なポジションだから性別ないと思うよ。もう姿は変わらないってば。どうして？大きくはならない方がいいんだよ。あっちは本当にちょっと危ないんだからさ。その代わりぎゅっと身が詰まった我が輩がいっぱい遊んでやるから。ほら次は何して遊ぶ？いいなぁ、いいキャラクターやなー、好きやわー。これって食べたらな。時々サイリンでチラッと大人バージョンが出てくるとびっくりするよな。え？いいの？ありがとう。シュールやな、めっちゃシュールやな、超一言片言やな。あ、一応再臨するのでイラストが変わるので見たくない人はまあブラウザバックちょっとだけしててねっていう2分か3分ぐらいかな。ええー、けど普通にかっこいいな。再臨どんな感じなんだろう。島次郎の声が全然知らないからわかんねえんだよな。この場所の出来事を覚えている。導いてくれたボスボス、いろんなものを教えて与えてくれたデアデアのやつら、お前たちが我が輩たちを救ってくれたこと、我が輩はあそこにいた我が輩たち全ての結晶みたいなものだ。だからよく知ってるし感謝してる。恩返ししたいって持ってるんだ。ありがとな、ディアディアのマスター。あの時我が輩たちを救ってくれて、今度は我が輩がお前たちを救う番だ。そのためならどんな奴らでもたたってみせるぞ。俺このサイリンめっちゃ好きかもしんない。俺好きだわこのサイリン、最終サイリンへ。くっそ好きかも。あとこの笑顔好きです。このなんかちょっとよくあるなんだろう、カートゥーンとかであるようなちょっと悪い顔するやつ、これめっちゃ好きかもしんない。あ、俺好きかもこの子、いいね。 なんだろう可愛いとか置いておいて普通にいいサイリンがいいですね。お、大成功ありがとう。あ、びっくりした。吸っているっていう。いいね。え、けどまあ滞在生君自体がどうなんだろう、まあ、性別としては多分男性になるのかな。男性になるとは思うんだけど、まあまあロリと捉えてもいいのか。まあ明らか島次郎の声らしいから出せないやろな。まあショタなんだろうなとは思うけど。そろそろショタショタっ子なんやろな。いい。